先生よろしくお願いします。まだちょっとこちらお邪魔しました。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はおばちゃんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。代わりとかってありました？ありました、ありました。はい、先生がこの間26日に来られた後、はい、もうすごい体が軽くなったんですよ。へえ、体が軽くなりました。私も、はい、妻もおばあちゃんも。あ、そうなんですか。体が軽くなったって言うんですよ。へえ、お前も。そうですね、ちょっと軽くなったかなとは思います。先生が来られた後28日の夜中、私トイレに起きたんですけど、はい、1時40分頃、はい、でトイレに行こうとしたら風呂場ででっかい音したんですよ、はい、でっかい音っていうか蓋、お風呂の蓋をガチャガチャとやるような、もう深夜なんで、はい、結構響いたんですけど、もう誰も聞いていなかったですけど、私だけが初めて体験したんですけど、で誰が入ってんのかなと思って見たけど誰も入ってなかった。何だったのかなと思ってですね。お風呂怖くなっちゃうね。本当に怖いです。ちょっとお風呂のところに、お風呂場の奥のところに何かこう物置みたいな、倉庫みたいなのがあるんですけど、うん、そこ毎回暗くて、そこがちょっと、そこからもなんか覗かれてる感覚がちょっとあったりするので、ちょっとそれも怖いなっていうのは最近ちょっと思ってます。なんかおばあちゃんは何か見たことあるんですか？あ、それ、はい、その次の日、29日の朝起き上がろうとした時に、その母親の亡くなったも弟、うん、弟さん、おじさんですけど、わっと顔が出てきた。で、その顔は特に怖くもなく、なんかニコッと笑ってたそうなんですよ。うーん、おじさんは笑ってたんだろ、うん、いや、そう、私の弟、うん、56で亡くなってて、その弟が朝6時頃、はっと思ってこう起きた時に、その弟の顔だけが、ニコッと、ね、笑ったような感じで出たんですよね、びっくりしたんです、うん、一瞬だけどね、うん、おばあちゃんの弟さんは何で亡くなったの？癌です。結構若かったですよね、肝臓が。そうですね、おばあちゃん、弟見た日だったかちょっと分かんないです。その日で、なんか入り口から三つ編みした女の人が白い服着て入ってきたって言ってて、うん、で、まあ、前回は先生に来ていただいた時はいなかったんで話は全然知らないんですけど、うん、なんかその日なんかそういう話になって、三つ編みの女の人がいたよとかって言って、いきなりいたからびっくりしたんだよなんて話してたんで、じゃあなんか関係あるのかなとかちょっと思ってはいる。年が40ぐらいだって言ってました、部屋に入ってきたって本当はですね、タンスの横にある羽子板の、はい、羽子板オルゴール付きなんですけど、うん、もうほとんど使ってなくて、最近その回すあれがもうどっか行っちゃって、うん、だから20年以上その鳴らしたこともなければあれなんですけど、オルゴール人なり、うん、コンって鳴ったんですよ、うん、20年以上もこんなの聞いてない、うん、どうしたんだろう。そしたらその夜も9時過ぎにやっぱり人なりしまして、どうしたんだろう。そしたらその夜も9時過ぎで、それからまた次の日も計4回聞いたんですよ、うん、なんだろう、なんで今頃ゼンマイも巻いてないのにどうしたのかなと。羽子板の隣の人形はいつからあるんですか？
もう40年ぐらい前ですね。すみません、あのここの近所のお家の中に入ったことはあります？どこかの。あ、います。人形ってあったりしました？日本人形があるとこ。日本人形あったかって言われるとちょっと昔なんもう40年ぐらい前なんでちょっと思い出せないんですけど、あんまりこう家の中に入るよその家には。この間来させていただいた時に、はい、人形があって、でその隣に羽子板があったじゃないですか、はいはい、その目の前に女性がいたんですよ。えでその白い影の白いその、はい、いつも見てる女性はそこにいたんですけど、うん、なんか順番待ちをしてるような感じだったんですよ僕の目には。で話し僕の中でちょこっとこうご挨拶しようとしたとしても何も首も振らずそれだけを見てる方でして、僕はその時に順番待ちをしてこの人形に魂が入って誰かが抜けるのを待ってるのかなと思ったんですよ。でもしかしたらこの人形のおかげでここのお家は何も被害がないのかなと思ったんですよ。あ、そうですか。あの人形があるおかげで、はい、おかげで、で現にいろんな人こうこのお家はやっぱり見えますけど、はい、玄関からほとんどの方が入ってきててこういったとこから入ってくる形跡もないんですよ。あとみんな玄関なんでずらーっと怖がったら変ですけど、だからあの風呂場とかもやっぱり出やすいと思って廊下とかいっぱいいますし、はい、ただ順番待ちなんです。みんな同じ方向向いてるんですよ、そこにずーっと。それが初めての感覚だったんで、変な例えですいません、そこが霊道の入り口みたいな。なので順番待ちしてるので、はい、その人形をどうしようかなっていうふうに今思ってます。あってよかったと思いますよ。あ、本当ですか。ここ土地がこういろいろあったじゃないですか、はい、でそういったそのちゃんと供養されない方って人形にやっぱり入りやすいんですよ、魂とかって。でその安らぎを求めに来てるのかなと思ってます。最初そのお人形っていうのが私の上の部屋にお人形と何だっけ羽子板か、うん、同じような感じで私が寝てたところにあったんですけど、ってことは私が寝てる部屋に来てた、そういうことで階段まで行くってことです。動線で言うと玄関から入って階段に上がって真ん中の部屋に行って、はい、そうだね。下をろこう持ってきた後はそこまで階段の音はしなくなったね。確かに。ただ厄介だなのがやっぱり土地がいろいろこう過去にあったので、はい、そこを今日どうしようかなと思ってまして、埋めてここのお家だけは来ないようにしかやっぱりできなくて、うん、他のとこもやっぱりしたかったんですけど、はい、そこはもう地域を挙げてやっていただかないと僕も限界があるので、はい、活動としてはここのお家だけっていうふうに、ただそこの他のお家に関しては、はい、お地蔵さんとかそういうとこに行ってお願いとかはしようかな、はい、うん、よろしくお願いします。何かしらの現象はあるとは思うんですよね、他のお宅も。やっぱりどこにそういうのを相談していいか分かんないのかなっていう日本人形みたいなものがあってよかったなと思って、あくまでも僕の推測ですけども、その変にこう何ですか病気とか自殺とかしてしまった方のお家には日本人形とかそういったものがなかったのかなと思ってしまいました。それがあるおかげでいろんな方がこう助けてくれる。例えばたたり恨みで出たのに日本人形パッとあってそれに何でしょう心が揺らいでそっちに入ってしまったとかっていうのもあるのかなって考えました。今置いてあるものには置いといた方がいいですか？置いといた方がいいですし、こういった考えになったのが以前来た時にお部屋におばあちゃんのお部屋に入らせていただいた時に名前が一文字違ったって言ってたじゃないですか、はい、あの人形さん、はいはい、はい、その時にそういった考えが少し出まして、もしかしたらに人形があったかいろいろ良かったのかなとか、一番その
人形の置く場所も、まあ、置く場所に頭を悩まされていて、玄関に置いた方がよりみんな玄関に入ってきて、玄関から先に入らないのかなとか思ってきたり。どうですか、玄関に置くの怖いですか？誰か来たら困りますよね。なんで玄関なんだろう。なんでしょう、こういうの変ですけど、ここの土地柄の方に来ると僕の視界には何百人ぐらい入れてしまうので、これは人形で供養はできないなっていうのはあります。お祓いやったとしても、前回言わせていただいたと思うんですけど、全員揃わなければやっぱ全く効果が出ないので、お祓い供養したとしても、じゃあ一般的にあの何でしょう、お寺での供養とかそういったものに関しては全然効果ありますけど、一対一に関しては何百人以上なので、それは僕も限界が。そんだけここにいるってことですか。ここ近くの、本当に近くのに公園もあったりするじゃないですか。で僕はあの本当に肉眼で見えてしまうので、はい、奥行きが見えなかったりしてしまう時があって、この公園は広いのかなって想像してたり。霊がもう視界を塞いちゃってるとか、いっぱいすぎて、はい、奥が見えない、はい、それぐらいいっぱいいるぐらいいっぱいいて、いろんな世代の方が、年代も別の方がいて、多分おそらくここのところをそのいわくつき の、 その土地柄は何千人以上なのかなと。何千人で聞くんだったらまだいいと思うんですけど。そんなに玄関にさせてもらって。すいません、お願いします。お風呂大丈夫だよ。お大丈夫だよ。いやでも、ここ置いたれ、いや、おかしいですよね。さすがに棚を作っていただいて、ここにだったらまだ分かりますけど、はい、下だと、下が水槽だと湿気。そうですね。こっちはどうですか先生、水槽を、はい、こっちへ移して、はい、で、ここにお人形を置いて、特に問題ないですか？一回仮想計算します。築年数って分かります、ここ。20年、21年ぐらい、簡単な間取り図って書いていただいていいですか？一回だけ。で、僕、仮想計算します。あ、そうです。で、この水槽を、はい、こっちに置いた方がいいのか、このままの方がいいのかを、はい、計算します。ここに、あの先生、お人形さんに向けて列ができてるんですか？そう、列ができてるんで。ちょっと列の間を移動してます。あ、ここってリフォームなんですかね？あの、解体して新築した。あ、解体だったらこちら、はい、こちらになります。2003年。ここって線路だったんでしたっけ？そうです。線路で亡くなった方っていいんですか？この辺にも昔からいられる方の話だと、結構ここで自殺してる方はいるっていう話は聞きました。よく勘違いするのは、電車に飛び込むとぐちゃぐちゃになるっていうじゃないですか、はい、ぐちゃぐちゃならないですよ。そう、はい、実際の方を見ると、えー、手とか首であればスパッて切れるだけでして、ぶつかった反動的に腕が回って取れるとかは見た感じ、そんな感じなので、はい、中の内臓もちゃんとないっていう気がするないですよ。ない、あの、いろんな方見てますし、うん、見てますしって、なんかその例としてですね、うんうん、僕の目にはぐちゃぐちゃの人いないですよ。切れてる人です、あのスパって、はい、ここに入るんですよ、こう。そこに入る、順番待ちっていうのをして、なんでしょう、入って、そこからなくなって、ゆっくり、うん、でまた一人亡くなるみたいな感じですね。あ、もうこう、こう順番でもう諦めて帰るみたいな。あ、この中に入ってどっか行っちゃうんですよね、多分。なんかご本尊、お地蔵さんみたいな役割してるのかなと思います。あ、大切にしなきゃ。最初ね、もう隣湯さん、じゃあ処分しようよって言ってたもんね。処分したら大変じゃないですか。もっとすごいことが起きてたので、あれから助かったのかなと思ってます。
ここにこう並んでるあの霊の方はやっぱ上行ったりするんですか今。2階におられましたよ、真ん中のところに。僕も最初誰が隠れてるのかなと思って、なんであの隙間が空いてるって全然わかんないんです、はい、最初に来たので、はい、ただ真ん中になんで人がいるんだろうとかって思います、あの部屋の真ん中、部屋があってクローゼットがあって、はい、なんでクローゼットのこの真ん中のところに人が覗いてるんだろうって思います。でここがあの僕は左とかから開けるのかなと思ったら真ん中から開けてたんで、はい、ああ見られてるな、見てるんだって。たまたまここのお家にこう来て、順番待ちも疲れて寝たのかなと思っちゃった。いいんじゃないですか。大丈夫ですか。でも無理やり下行きないました今日から。おそらく視線感じではここここここ一番そあの最初のその上の方が自分的にはちょっときついなっていう 目線を感じる。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。橋本共鳴から大切なお知らせとなります。今回募集します四柱推命コース急性気学コース以降、今後すべてのオンライン授業の募集を終了させていただきます。四柱推命コース4月開講となります。一般的な四柱推命は生年月日生まれた時間から約59万パターンの運命や解決方法を導くことができます。この共鳴軸では約1億パターン以上を出すことができます。その方の運命を判断するのみならず、悪い事柄に対する対策や解決方法も説明いたします。仕事運、健康、恋愛、あらゆる運気に役立つことに間違いないと思います。急性気学コース同じく4月開講となります。吉凶を知る方位学となります。引っ越し旅行など相手の悩み解決法までを学ぶことができます。悩み事をズバリ当てたり、統計学による宝くじの当て方も講義しております。共鳴軸の九星気学は、他の学校で習うものと異なると言われております。いずれも、プロ、副業として収入を上げたい方にも対応しておりますので、この講座を終えると鑑定ができるようになります。現役の鑑定士、日本最後の御名士、橋本共鳴が直接指導する唯一の軸となります。授業後は毎回質問コーナーを設けておりますので、プライベートのご相談や悩み事のご質問を直接私に聞くこともできます。ご相談によっては答えられない場合もございますので、そちらはご了承くださいませ。最後の機会となりますので、この機会にどうぞ応募の方をお願いいたします。